はい、こんにちは。新てっちゃんの興味津々。いつもご視聴ありがとうございます。ここに来てですね、 SG と思われる人たちの集団的な丸々がいっぱい私の身の回りにも起こってきました。計画通りというかね、予想通りでね、この人たちがね、どうこうすればどう言ってくるかっていうことを計算しながらやってるんですよ。まんまとね、罠にはまってくれています。でね、やっぱりね、僕思ったのは、毎回言うようにね、 SG 入ってる人全てが悪いわけじゃないんですよ。だけど一部の人たちによってはね、本当に犯罪めいたことがたくさん行われていると。で、特にね、僕は三浦春馬さんの件で SG っていうのをいつも出してますけど、これ手島の近くに別の島があって、そこにね、人材派遣のパソナが、そこに淡路島だったかな、淡路島に本社を移してるんですけど、このね、パソナもね、竹中平蔵さんとかね、このパソナの創業家はね、バリバリの SG なんですよ。バリバリの SG。 これね、ちょっとね、日本の、その名だたる経営者、あるいは会社が、SG 系列になってるんですよ。で、これはまだ SG の中でもエリートクラスですよね。だけど、私とかね、まあ、他のいろんな人たちに、まあ、嫌がらせ的なね、行動とかね、コメントとか、そういったことを集団的にやるというのは、これね、言うと SG のエリートじゃないんですよね。どっちかというと、誤った考え方、誤った思想を持った中途半端な人たち。まあ、それが、一人は、まあ、ふざ弁であったりね、深海であったり。みんな大きな企業の社長、例えば、ワタミとかね。ワタミあるでしょ？居酒屋の、今、宅配とかもやってる。ここはね、SG の大学の就職先ベスト5に入ってるんですよ。で、まあ、そんなも見ていくと、日本にはすごくね、SG に関係し、まあ、もちろんね、三浦春馬さんが所属していた A 社の、増田宗春さん。この人たちの会社はもうバリバリの SG ですよ。だから、A 社がまあ SG でいうことは間違いない。でね、僕ね、三浦春馬さんの件を、こう伝えるのに、なぜね SG の人たちが僕にこうやって嫌がらせするんだろうっていうのはね、ずっと考え続けてきて、単純にね SG のことを表に出されたから腹が立ってるのか、この春馬さんの件に、関与してるからやばいと思ってるのか、ただ、個人的に僕が憎いのか、個人的に憎いのかもしれませんが、やっぱね、約ね、僕のイメージだとね、30人から40人ぐらいが SG の団体がいます。僕のこの YouTube の周りに。で、この人たちがね、一緒になってやってる。で、もちろんそうでしょうね。日本における SG の人数、交渉だとかなりの人数がいて、もう何人かに1人が SG だと、関係者だということを考えると、私の動画を見る方のもう何分の1は SG 関連者と見ても、まあ、間違いないということで、でもね、私はね、仮に1割、リスナーさんの1割が SG で攻撃とか嫌がらせをしてきてもね、9割は違う人なんですよ。だから圧倒的にね、対反 SG の方が多いということを考えると、まあこのままね、多少嫌がらせされようが何されようが、まああんまりひどい場合は警察に行けばいい話なので、このままね、 SG についてもね、三浦春馬さんの事件についても追及を続けます。とにかくね、最近めちゃくちゃ多い。もう三浦春馬さんの件を再開して、SG のことに触れるとね、もうほんと多い。コメントしかり、DM しかり。これね、僕で、まあ、それについてまだ、まあ、いろんな人が連絡くれるんですけど、
S 字の確率は非常に高い。だから、べんべんべべべべふざふざべん。これはね、間違いなく S 字です。間違いなく S 字で、罪かもしれません。ちょっとね、はっきり言って気持ち悪い。顔も気持ち悪いし、やってることも気持ち悪いし、大人の教育とかね、道徳っていうのをね、もう一回ね、勉強してほしいなと思います。あと、新海もね、新海不在面あたりはね、やっぱりもう一回ね、ちゃんとした人生を歩んでほしいなと、そんなふうに思います。確かにね、人間っていうのは好き嫌いもあるし、自分とその思想が違ったりね、考え方が違ってる人はもちろんいるんですよ。でも自分と考え方が違うからといってその人間を攻撃するっていうことは、これね、人間としてね、どうなのかなっていうことをね、すごく私は思っています。で、特にふざべんあたりはもう何が言いたいのか何をしようとしてるかさっぱりわからない。で、別にね、何をしようが関係ないんですけど、とにかくね、普通のまともな皆さんはね、ふざべんとか新海とかね、他まあ何人かいますけどね、こういった人たちは相手することなく、横のつながりをね、きちっとして楽しくやっていきたいなと思います。ふざべん、新海、その他大勢の S 字の皆さん、本当にお疲れ様です。皆様が、更生され、普通の大人になることを祈りながら、この動画を終わりとしたいと思います。では、さようなら。